さあ今週は重賞が3つ、そう中京開催が始まるんですね。なのでもうポンポン行きましょう。土曜の重賞、京都牝馬ステークス。まあ重賞2つだけね動画アップしてスルーしてもよかったんですが、まあ、何よりこの時期のね牝馬重賞っていうのは、まあ、6歳牝馬のクラブに所属してきた馬の引退レースっていうことでね、やっぱ最後ここを目標になんて馬もいますので、まあ、そういうのを狙ってポンポンとねやっていきたいと思います。というわけで今回の本命馬ドナウブルー、一瞬自信って言っちゃって間違ってたらどうしようっていう一瞬頭を持たれて間違いなかったんだけど、このドナウブルーはですね、あの三冠馬ジェンティルドンナの前子お姉ちゃんなんですね。まあ、そして一昨年のこのレースの勝ち馬、牝馬の重賞で何より重要なのは格とかね、この馬が強い、それ以上に適性なんですね。まあなぜかっていうと、京都が得意な馬も阪神が得意な馬もいろんなこのレースが得意、このコースが得意っていう馬がいるんですが、まあ、その中で大体ね似たようなメンツで牝馬の重賞を行われます。まあ、そうするとそのレースごとに浮上してくるのはそのコースの適性がある馬、まあ、そういう意味で一昨年このレースを勝っている、まあ、そして同じコースで行われる G1 マイルチャンピオンシップでも構想を繰り返しているこの馬、まあ、1番手に来るのかなと。まあ、そしてクラブの6歳牝馬なのでここが引退レース、マイルチャンピオンシップを使った後あえてそのまんま引退ではなくて一息緩めてもう一回仕上げ直してこのレースのためだけに調整してます。まあ、ということでですね、牝馬の最後のレース、まあ、そして、まあ、ここ目標にここ適性のある馬が仕上げてきた、まあ、これはね軸の一頭として信頼していいと思います。続いて対抗、こちらはね上り馬、まあ、ここに来てね調子を上げている上りディアーナ、上り馬っていう時にね上りディアーナと名前かぶったなってちょっと思ったんですけども、まあ、この上りディアーナ、その中で他のね上り調子な馬の中でね軸にした理由っていうのが、まあ、京都で4戦3勝、まあ、このコース非常に得意なんですね。まあ、ですのでこれも牝馬重賞は格より、まあ、調子がいいこと前提ですけども格より適正、これを大事に、まあ、牝馬全体にね格より調子なんてよく言われますけども、牝馬のね調子を崩した馬まずその後来ないですから、まあ、全部もう格とかなくなったと思っていいと。まあ、その調子がいい馬の中で牝馬重賞を狙うとすれば格より適正、これが大事になるので、まあ京都4戦3勝勝率7割5分、この馬はね非常に狙い目だと思います。まあ、以上ねいつもの軸2頭、そしてここから紐5点、現時点で除外対象のようなんですが54順にまず売り売り、まあ、この馬もね京都ここまで8戦して4連対2勝2着2回と京都での適性十分なんですね。まあ、金子さんの馬でね、まあどっちかっていうと仕上がり遅いのかななんていう情報が POG 関連ではね流れてたんですが、まあ、それでもそっからね上り調子でここに来て本格化してきているという意味ではここで狙える一頭だと思います。まあ、何よりね京都牝馬ステークスこの寒い時期のレースなので、まあ、休み明けいきなり体を動かすこの寒い時期にこうボーッとねなんか一息入れた馬がああじゃあ動かすかとこうなかなか体を動かないんですね。まあ、そんな中で順調に使ってきた馬が強いなんて言われますので、まあ、だったらこの馬調子も上がってきてるしここまで順調と紐として面白いと思います。まあ、続いてもう一頭、次がですねゴールデンナンバー、まあ、前走初の重賞挑戦愛知杯、まあ、残念ながらね大きく負けたんですが展開が向かなかったと、まあ、そこまで調子が良かった馬ですから、まあ、ここに来て、まあ、どれだけやれるかともう一回チャンスあるんじゃないかなというところですね。まあ、前走愛知杯勝った馬がその後ね、先週の日経新春杯ボバに混じって芝2400の重賞レース4着まで押し上げてます。あのレースのレベルも低くはなかったっていうことはね、そこで展開向かなくて負けたからといって悲観するほどのものじゃない、ここでもう一回紐に入れる価値はあるはずです。続いてノーブルジュエリー、まあ、この馬は、まあ、この馬もねここに来て調子を上げてきている出席してきている馬の一頭でして、まあ、何よりね騎手がルメール、まあ、やっぱねこういう時は外人騎手なんで、まあ、日本人騎手の中で有力馬に乗ってくる唯一の外人騎手、もうこれだけでね狙ってみる価値があるんです。続いてプリンセスジャック、まあ、この馬もね、どちらかといえばこの馬もねどっちかっていうとまあ出世が遅れてここに来てオープンに来た4歳馬なんですが、
まあ、そしてこの馬自身まだね京都で実績確かにないんです。ただし見ていくとこの馬のお兄さんサイドワインダーが京都で重賞2つ勝ってます、まあ、ということはここでねこの馬の成績だけを見て無視されがちな京都適定という意味では穴狙いで1頭入れておく価値はあるはず。そして紐の5点目ミッドサマーフェア、これもね前走ようやく中山の前にターコイズステークス3着でね不振を脱出したんですが、まあ、それまでそれより長めの距離使ってまあ少しね着順が振るわなかった陣営もねここに来て調子が上がってきたと不振を脱出したと一応言ってますし、まあ、何より距離短縮してみて新たな試みが成功して今のこの馬にとってはこの舞台が一番いいんじゃないかと思えるところです、まあ、ですのでね、ここまでいつもの2等軸紐5点7等でおすすめしてるんでね、まあ、どれかどうか参考になる意見はあったと思います。以上京都牝馬ステークスの予想ハッチーでした。